皆さんどうもです。ポルスです。今回はですね、観戦画面チャレンジレベルマックス海外プロ編ということで、前回はね、日本人選手でやったんやけど、今回はアメリカや EU の選手合計10人で、一体今プレイしてるのが誰なのかというのを当てに行くという企画ですね。ちなみに、マジでむずかった。当てたらね、普通にフォートナイト検定1級やと思うから、ぜひね、皆さんもやってみてほしいなと思います。それでは行ってみましょう。Let's go!さあ、ということでね、海外選手当てていきたいなと思うんやけど、その前にそもそもどの10名がね、選ばれてるのかというと、アメリカから5名とヨーロッパから5名選んでます。リート、メロ、ピーターボット、クリックス、エピックオイルのアメリカ勢と、マリブカ、サベージ、セッティ、ベノ、トーマスの EU 勢と、まあ名だたる もちろんみんな知ってるよね。もはやこのチャンネルでは義務教育レベルのね、登場人物であると思うんやけど、解説も絶対したことあると思います。ただソロのプレイ意外と見たことない人、例えばセッティとかもね、ソロのイメージはあんまりないかもしれんし、メロとか全然ソロの大会やってるイメージないんですよね。まあ、そういう中で海外選手、まあ、まずはね、1人目早速見ていきたいけど、まあアジアを当てるよりもより難易度高いんじゃないかなと個人的には思うね。プレイ自体はね、見たことある方も多いとは思うけどね。で、ここはやっぱ個人的に視点となるのはやっぱパット勢かどうかよね。パット勢って言っただけでリートとメロまで白ぼれるからね。まあ今のプレイはまあピースコントロール超うまかったし、まあ割とゆっくりめやなと思ったけど、あとは、今やったらね、エピックオイルも結構ピースコントロール重視のゆったり視点とかもあるからな。あ、でも、ここで、結構めちゃくちゃヒントやなと思ったのが、この編集シャキシャキ上手すぎるし、ライトアンドピーク最終的にね、やってる後、編集リセットしてから、一瞬バナナ握ってる時点で、キーマウはこの武器チェーンがやっぱりね、ミスらないよね。まあミスにはほぼなってないんやけど、でもバナナ一回挟んだってことは、まあこれはパット勢じゃないかっていう目測はなんかつきそうだよね。まあ武器チェーン苦労してるんだなって感じするよな。まああとはやっぱり視点が結構、まあやっぱりよく言われるのはキーマウは点と点を線で繋ぐんじゃなくて点で繋いでいく。まあ瞬間的に視点を取るんやけど、パッドは線を描くように視点を動かしていくから、まあずーっと一筆書きみたいな感じで視点が動いていくよね。まあこことかも今のもね、まあパッドやな。これ確実にパッドやな。で、あとはリーとかメロやけど、まあメロもな、ピースコントロールうまいけど、これはエコー使ってるしな、もうここまでか。まあでもさすがにリートじゃないかな。メロは俺のイメージ、こことかもう屋根入れて、壁編集右下で斜線切ってて、ここでね、もうシャキシャキしてるっていうプレイが、しかもリセット挟んでるし、まあメロはもっとがっつり俺は行くイメージあるんよな。いやーもういいの?俺の最強カード、多分海外選手の中で一番解説してるんかもしれんなと思うんやけど、最強カードのリート切っちゃうけど。行 くか、リートで。行きましょう。頼む、これは外したくない。メロカイだ。さあ、普通に外した。悲しい。もうメンタルダメかもしれん。もう当てれる自信なくなってきた。いや、あれメロなんや。マジ?エコー結構俺リートのイメージもあったけどな。うわ。もうメンタルエグいかも俺。まあ、メロもな、めちゃくちゃうまい。まあ、世界一位だからな。まあ、世界大会優勝やもんな。俺もっと、どんどんゴリ押ししていくスタイルと思ってたわ。まあ、メロね、実は全然、ソロ大会も出てないんだよね、確か。本当にログが1回ぐらいかな、今シーズン。本当に出てなくて。まあ、その1回がめちゃくちゃうまかったりはするんだけど、やっぱり、海外選手ってデュオだけに絞る選手も結構いるから、全然この二人目のプレイまで全然見れてない。もうやばい。脳がもう今外したショックがでかすぎて。いや、うんま。まあ、これはパットじゃないな。いや、一シーンだけ。めちゃくちゃ短い。もう一回見させて。まあ、まず、ソロ決勝。マース SMG で詰めながら、まあ、削ったのを上から、張り替えて、もう、張り替えの、詰め方エグいな。前回のさ、やっぱり、誰か当てるゲーム、確実に、スキンを参考にしてたり、クワを参考にしてたりする人が多くて、やっぱみんなすげえそこは知識あるなと思ったね。俺マジでないからさ。
本当にそれだけで、あ、これはもうこの人のセットだよっていう方がコメント欄で多かったから、すげえよ、それは。俺マジわかんねえ。このスキンとかもめっちゃなんかセットで使ってそうだけどね。クワでもモリモリに取りに行って。いや、このさ、カウンターがシンプルうますぎるんだけど。いや、ちょっと待って、マジでわかんないかも。だいぶガツガツ入り込みながら、ハイプレッシャーかけるし、あんまりバーストで削りを入れようっていう感じじゃないよな。うわー、わかんない。え、やばいな。これ俺、1時間ぐらい考えるかも。僕 動画、しばらくお待ちくださいになるかもしれん。まあみんなもね、あれ、俺に合わせずに考えたかったら結構長いことね、考えてもらっても全然構わんからね。第5円のタイミングで5キルやから、まあ、W キーはしてる、決勝スタイルで W キーはしてるけど、それでも、まあ、5キル5円は結構少ない方な気すんねんな。って考えたら、まあ、ピーターボットではないと思うよね。いや、わからない。わからない。いやー、これはね、噛んでいきます。俺の感覚は、マリブカ・サベージ・エピック・オエール・ピーターボットではないんよ。で、クリックス・セッティ・ベノ・トーマスのどれか。で、まあ、この詰め方で、まあ、SMG で詰めていくってことは、初手、スナイパーを持ってない。トーマスとベノはね、まあ、出ない場合もあるけど、ソロ大会はスナイパー持つイメージあるんよね。で、ポンプ持ってると。ポンプ持ってるってことは、まあ、ゲートキーパーじゃない時点で、多分、新ランドマークには降りてない気はするねんな。ゴッドチェストとか、まあ、新ランドマーク、ケルベロスとかに、あ、え？え？あれだよね。ポンプだよね。ポンプだよね。うん。ってことは、ミシックじゃないポジションにソロ降りてて、しかもそれを、まあ、ソロだから、場所変えるじゃなくて、デュオの場所を従順に降りてる。と考えると。うわー、最近マジでクリックスうまいからな。最近マジでクリックスうまいよね。ほんまに全然ある。わかんない。オッケー、決まりました。セッティでいきます。お願いします。お願いします。セッティ。クリックスか？いや、悩んだよ。悩んだよ。言い訳やな。言い訳やな。いや、悩んだよ。クリックス悩んだよね。うん、さっきうまいよなーって言ったよな。な、ニアピン賞。ニアピン賞もらえんかな。やばい。まずい。本当に当たんないぞ。まずい。ガチで史上最高に難しい観戦チャレンジかもしれん、これ。え？めっちゃ珍しいアサルト使ってない？ゲートキーパーショットガンではある。うわ、うま。今のエグいな。もう持ち物がないだけっていう可能性もあるけど、今、ネメシスアサルト持ってなかった？ああ、さすがに、ウォーフォージドになってるな、これ。え、ウォーフォージドになってる。ああ、かわいそうな漁夫が。うわ、うんま、これはまあ、キーマンやな。キーマンやね。この、壁階段編集はもうな、パッド勢は縛ってるからな。化け物みたいなトラッキングゲームしてない？ああ、もうこれは、え、これでさ、違ったら俺、普通に泣くよ。俺ですらわかるスキンセット出てきたって。大ヒント来たって。これはもう、え、本当に？もうこれはな、21キルもしてるけど。あ、でも残り10名か。惜しいな。マジ3、40キルペースやなと思ったけど、時間的にね。じゃ、もう一回見ようか。え、でもさ、ここはさ、多分、スキンバグってるんだよね。この、初期スキンでバックパックなしで多分ね、初期スキン選んでるんじゃなくて、バグってるから、いや、全然ネメシスちゃうわ。俺全然ネメシスちゃうやん。なんで俺ネメシスアサルトって言ったんや。全然最初からウォーフォージド。じゃあもういいよ。これはもうこの、しかも階段編集をね、無限に使っていくスタイル。これもうミスサーベージですよ。このバックパックに、このスキンは、サーベージとしか言えないもう。まあ編集の種類がやっぱ独特というか、幅広いのがサーベージのイメージだからな。これも自信を持って、正解でしょう。サーベージ、ありがとうございます。これちょっと、あれやな、スキンに引っ張られすぎたのもあるかもしれんな。
よしよしよし、よかった。1回は正解できた。まあ、やっぱね、3回行きたいけどな。50% 超えていきたい。いやー、これもちょっとな、スキンは人気だからな、わかんないね。今のところ、アメリカ2のヨーロッパ1だからね。まあ、編集者さんのメタ読みをすると、ヨーロッパ1個ぐらいはもう1人入れるんじゃないかなと思うけど、まあでも、まだ五分五分だな。どっち入れてもいいね、このタイミングは。おー、だいぶ、モリッと入るね。結構エイム勝負の 50-50 じゃない?今の。いやね、うまい。うわー、うまー。お、フルピースだわ。おー、しかも横逃げ読みの横。しかも S、瞬間移動、アンダーグラウンドダッシュで、シュンシュン追っていくと。あー、まあまあまあ、ウォーフォージと思って、結構ハイプレッシャー気味な感じするよな、今の雰囲気も。ほう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 。ピースコントロールもかなり意識はしてるし、いや、めっちゃガツガツいくってやつやな。うわ、ピースコントロール、うん、まー。なんかあれやね、ああ、一個か。なんか雰囲気がすごいあれやね。一瞬のスピード、瞬間速度がめちゃくちゃ速いのと、それまでは判断しながらゆったりずーっと敵を凝視しながら勝負するって感じ。ピーターボットはウォーフォージと持たないから、まあほぼ100で SMG だと思うんだよね。マリブかウォーフォージと持つんだよね。でも、マリブかね、解説はしたけど、瞬間移動で入り込んでるけど、うわぁ。で、今、サイフォンメダリオンを倒したと。でも、マリブカってあんなシャキシャキ一瞬でピースコントロールしていくかと言われると、そんなイメージもないんだよな。ちょっと悩む時間が長いかもしれん。ごめんね、みんな。もうめちゃくちゃ本気で当てに行ってるんやけど。ここで瞬間移動で入り込んでないんだよな。まあでも、それは普通にリスクあるか。A few moments later やな。A few moments later。今シーズン一番解説してるからな。ピーターボットは外したくないけど、俺、それを信じるんだったら絶対バースト持つと思うんだよな。絶対バースト持つけど、レアリティだけは読めない。なんでアイテム欄が隠されてるんだ。わかんないって。ここで、青バーストあるわ。青バーストを持ってて、ここで切り替えた時に、ショットガンと、まだウォーフォージだよ、これ。ってことは、やっぱり、バースト、青やったら持つと思うんやけどな、俺。これはもう、故意的にウォーフォージと持ってる気はするんよな。オッケー、決まりました。マリブカで、マリブカで、ウォーフォージとピースコントロール、相手をめっちゃ見る。これ的にマリブカで、いきます。お願い。やー、ピーターボットだ。ピーターボットだ。俺もダメかもしれん。俺リートとピーターボット外したら俺もう終わりやって。ピーターボットなんだ今の。いつウォーフォージと思ったんだよ。俺が知ってるピーターボットじゃない。俺が知ってるピーターボットじゃない。うわ、うん、ま、俺スナイパー出てきたらもうイメージが完全にトーマスとベノに吸われるんだけど、すげえ。こんなんもうトーマスでしょ。これもうトーマス、もう、スーパー最強スナイパーマシーン。こんだけ覗きに行くのはもうトーマスでしょ。ベノはね、そもそもソロ大会、トーマスもあんまやってないんだけど、ベノの方がやって、いや、うまいな。この、まあでもこのスナイパーの入り込みの圧のかけ方はベノもトーマスも両方やるな。いや、強すぎへん?本当に言ってる?まあ、とにかくスナイパーがやばいと。普通にエグいやん。SMG プレッシャーかけて、で、外打ってると見せかけて、すごいな今のも。で、こっちに漁夫で打たせて、それをスナイパーで抜こうみたいなね。これ、一回解説したな。フェイクで違うとこ打って顔出させてスナイパー撃つやつ解説したよな。
能動的にシチュエーションを作ってたんですよね。どういうことかというと、ここの正面立った時に多分ここでこの三角編集が見えたやろね。ライトハンドピークでピークしてトーマスに注目してる人がいるっていうのが分かったから、一旦 SMG を何でもないところに撃つんですよね。となると隙が出た、これは撃てるんじゃないかなって思って顔出すだろう読みで、もう先にトーマスはエイムを置いてると。ちょっとねリプレイだからエイムがずれてはいるんやけど、もう腰打ちの時点でほとんどね当たる位置に置いてあったんですよね。これはトーマス HD でいいんじゃないか。トーマス、いやまあヨーロッパかアメリカの話ではないからな。もうトーマスもベノもヨーロッパだからね。じゃトーマスで行きましょう。お願いします。頼む頼む。ベノかーい、ベノかい。はい、ということで、リートじゃなくてメロと、セッティじゃなくてクリックスと。で、ここはスキンで、サベージはマジおまけやな、これ。で、これはマリブカと思いきやピーターボットと。で、これ最後がトーマスと思いきやベノと。ということで、まさかの一問正解。しかも一問は多分このチャンネルやったら回答率 95% ぐらいあるサービスということで、リスナーさんの方が正解率高い説あります、これ。いや、二択までは結構言ってたんくない？二択まではよかったんよな。この動画いいなと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。励ましになるんで、とてもとても励ましになりますので、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。